音楽隊やラッパ隊の演奏に合わせてフラッグ演技を披露する女性消防団員たち。岩手県では初めてとなるカラーガード隊が奥州市に誕生しました。グッドラックストーリー。奥州市消防団に所属するカラーガード隊奥州シャインチェリーは、昨年12月市役所で初隊式を行い正式に発足しました。隊員を率いるのは20年以上にわたり消防団活動に携わってきた伊藤豊隊長です。どうしてこのカラーガード隊っていうのを作ることになったんですか？女性ならではの活動っていうのが今までなかったんです。秋田に研修に来まして、これは女性だけでできるんじゃないかなっていう思いですよね。初めてフラッグを振ったのは奥州市文化会館で行われた出初め式。5月の江差神宮祭りではラッパ隊とともに行進や演技を披露し、観光客や市民から注目を集めました。どうしてこのカラーガード隊に入ろうと思ったんですか？小学校の時バトンやったりとかしてたので、あ、これだったらやりたいってみんなで作り上げていくのに参加できたらいいなと思いました。全国的に消防団員というのが減少してるわけですよ。そういう中でカラーガード隊を設定して、若い人から女性に対して興味を持っていただくことを目的としてこれを発足したということですね。週1回市役所の行動で行われる練習には、仕事や子供を持った30代から50代の主婦が参加。奥州市の花桜をイメージしたピンクのフラッグのもと、消防活動にかける思いを新たにしています。今始めたばっかしですので、もっと一つの形をね、もっと作っていきたいと。これからの奥州市の消防団女性団員にとっての活性化になるんじゃないかなと思ってます。レベルを少し上げて、技術を身につけて、みんなから憧れの存在になるようなチームにしたいと思います。カラーガード隊が火災予防と消防団の PR を担います。あなたと一緒に消防活動、グッド。お客様が何度でも足を運びたくなるよう、笑顔で日々精進していきます。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。